はい、山田でございます。メンズエステのセラピストさんのお仕事についてお話しさせていただいております。お仕事を探している女性、聞いてますでしょうか。セラピストというお仕事、またはメンズエステのお仕事に興味がある方、聞いていらっしゃいますでしょうか。山田久太郎と申します。よろしくお願いいたします。このメンズエステという、ね、業界がね、どういうように映っているか、あなたにね映っているかどうかっていうのは分かりかねますが、ちょっといやらしくとかね、怪しく映ってますでしょうか。決してそんな怪しい仕事ではございません。理にかなった、ね、まともな真っ当なお仕事でございます。ただ違法にねやらしく、するお店もなくはないので、そういう見られ方する方も、理解、僕としても理解はできます。ただちゃんと、真面目に、一生懸命やってるメンズエステ店、そしてメンズエステのセラピストさんというのは、もうより真っ当なまともな、お仕事として、日々、力を注いでるという感じでございます。で、オイルマッサージ屋さんでございます。で、来るお客さん、うちなんかはまあレディース&メンズエステと歌ってますので、女性の方もたまにいらっしゃいますが、ただ8割9割、9割9分男性だったりもするお店が多いんじゃないでしょうか。で、メンズエステ男性オンリーというところは もちろん男性がメインのお客様になりますけれども、男性の、疲れ、そして、体の疲れ、そして心の疲れを癒して差し上げるというのが、メンズエステの、お店でございます。で、とにかく男性を元気にする、それが あなたのお仕事になってまいります。ただ、エッチなことをするっていうことではございません。エッチなことをするのは、風俗店さんのお仕事、風俗店さんの、キャストさん、スタッフさんのお仕事でございます。あなたは、エッチなことをする、して差し上げるのではなくて、癒して差し上げるのが、お仕事になります。癒して、元気にする、元気になるっていうのはおちんちんじゃなくてですね、おちんちんは元気になっちゃうパターンも変な話ありますけれども、それはそれで生理現象だから別にいやらしいものとして捉えておりませんですし、勃起についてっていう音声も過去に撮ってますので、それも聞いていただければよく理解いただけるとは思いますが、男性を元気にするという意味はおちんちんを元気にするという意味で今回お話ししてはおりません。心も体もやっぱりね、何度も言ってますけれども、生きていくだけで疲れることじゃないですか。それは女性の皆さんも一緒でしょ。ああ疲れたなって、何か八方塞がりみたいな時もあるしね、何やってもうまくいかない、なんていう時もあるじゃないですか。その際にじゃあ生きるのをやめますかって、お仕事をやめちゃいますかって、仕事をすること自体やめるなんてできないし、生きることをやめるなんてもっとできないじゃないですか。それは当たり前のことを申し上げてますけども、そうでしょ、あなたもそうだと思うんですよ。疲れたからね、何やってもうまくいかないから、じゃあやめる人生って言ったらやめれないでしょ。その中でだから生きていかなきゃいけない。その中でね、いろんな手段を使ってリフレッシュしたり、するじゃないですか。それの中で男性がリフレッシュする、元気になる、その一つの手段がこのメンズエステなんですね。そう言うと分かりやすいでしょ。なので、あなたも、ね、女性の皆さん、あなたもリフレッシュする何か手段をお持ちだと思うんですよね。それが映画を見て泣くとかね、例えば彼氏に会うとか、あとは、なんかブランド品を買うとかね、洋服をショッピング行くとかいろいろあるじゃないですか。その中で、男性特に、脂の乗った、ね、お仕事バリバリの世代、40代を中心に30代と50代の、まさに、もう先陣を切ってビジネスを切り開いていっている世代の方たち、の、リフレッシュの、手段の一つがメンズエステなんですね。なのでメンズエステ店っていうのはすごく流行ってます。メンズエステっていうのは、業界
自体がすごく流行ってまして、日本全国にお店がたくさんあります。もちろんまだない地域もあるかとは思いますけれども、それでも、地方都市、県庁所在地、やそれに近い規模の都市には、いくつもお店があるような気がします。うん、詳しくは知らないけどね、大概あるでしょう。それだけやっぱり世間にニーズがある、ビジネスマンに、ニーズがある、業種業お店とされております。その中でね、エッチなサービスを提供するわけではなくて、癒して差し上げる。で、マッサージを介して癒して差し上げるんですけれども、マッサージを覚えるの大変そうとかね、いろいろ思うところもあるかもしれないし、男性と二人っきりで、個室でってのありますから、施術ルームはまあ個室が多いんですよね。要は高い金額もいただきますし、より癒しを重視するためには、ガチャガチャな周りの声が聞こえるとお部屋よりもね、個室の方がやっぱり癒されますしね、そういう部分で、個室で提供するというお店が多いんですが、そういう危険性だったりいろんなことは あるし、大丈夫かなって思う部分はあるのは分かりますけれども、それはまあ大丈夫です。別の音声でもまた伝えますけれども、それがもう当たり前になってきて、お客様はルールを守って、施術を受けてくださる紳士の方、たちだけなので、そういう風になってきております。以前はね、個室で 何かやってやろうみたいなお客様も多かった、お店もありますけれども、もうこれから、今風潮としてはお客様もルールを守る。なのでセラピストさんが存分に癒しを提供できる、そういう流れになってきてますから、そういう心配は考えなくて大丈夫です。ですので安心して、そしてマッサージを覚えるということ作業になりますけれども、未経験の方ではやっぱり 未経験の方だったらやっぱり覚えるのは必要でございます。ただマッサージはやればやるほど上手になるし、やっていく中で上手くなっていくものでもあるんですね。で、工程を覚えてある程度できるようになったら、まあ、うちでもデビューしていただくんですが、一番大事なのは、癒しの心、そして優しさなんですね。で、優しさをもってすれば、120分っていうね、コースがまあ人気のコースでございます。まあ、90分か120分かぐらいで、が一番人気のコースですけれども、優しさをもってすれば、マッサージがまだ新人さんでいまいちでも、ちゃんと優しさを提供できれば、それなりに満足していただける業界でもあるんです。で、それじゃあそれでいいんだじゃダメですけどね、じゃあマッサージの技術は向上させなくていいんだって思っちゃダメなんですが、それでも新人さんがマッサージいまいちで、通用しもまああんまりできなさそうだなと思う新人さんでも、しっかり、優しさを提供できれば、心のトゲを抜くような、接客せとかね、会話ができれば満足してくださるし、リピートしてくださるんですね。なので心配はいらない。マッサージを覚えたりとか、もう大変そうだし、マッサージもそんなすぐにはうまくならないでしょうとか、自信ないわとか思う方もいらっしゃると思うんですけれども、あなたがもともと持っている優しさ、があれば、それなりになってしまう業界でもあります。かなりさっきも言いましたけど、大事なのでもう一回言いますけど、向上心も必要よ。マッサージの技術、ドキドキ感の技術ね、包み込むような安心感を与えるような施術、これはやっぱり向上心を持って、習得していっていただきたいとは思いますけれども、まあ、そうでなきゃダメだとは思うけれども、ただ研修数日やってね、デビューしたところで稼げないんじゃないかとか、そういう心配はありません。あなたがもうすでに、何度も言いますけど持っている優しさを使って仕事ができるんです。あなたが生まれ持って、まあ、持っている、優しさで、十分勝負になりますので、それを使ってね、メンズエステのセラピストにチャレンジしてみていただければ、いいかなと思います。優しさの提供できる仕事っていいよいいよ、優しさを提供できるんだよ。いろんな方に自分の優しさを惜しみなく、いろんな方に提供して、いろんな方が元気になったりするんだぜ。そんなね、僕はそんないい仕事ないと思ってますよ。だって、家族とか身内に優しさ提供するけど、いろんな不特定多数に提供するってことは、まあそんなにないじゃないですか。街歩いてて困ってる人を助けるかもしれないけれども、それでもそんなに頻繁にあることではないじゃないですか。その中でね、お仕事として毎日毎日いろんな方を、優しくして
元気にすることができる、そんな素晴らしいお仕事でございますので、あなたの、お仕事探しの選択肢にぜひ入れていただければと思います。よろしくお願いいたします。